ちゃんギルです。今回はですね、こちらです。多摩川で前列1456ボックスで買ってきました。すでに生船券。前回の動画の分と同じ日に買った分です。前回小島でしたが、今回多摩川でございます。多摩川3日目です。多摩川といえばね、ボックス買いです。勝手なイメージでございます。昨日23だったり絡んでいるので、本日はその23を外して、ドデカマッシュ期待していきます。24トリです。288倍超えれば、フラッシュ収支です。500倍あたり当たっちゃってください。さあ、ではでです。どうぞご覧ください。第1レース会場おります。多摩川、祭りだワン。祭りだワン、一発目から、ドデカマッシュ来ちゃってもいいんですよ。お願いしますよ。456ボックスで。できれば456ボックスでお願いいたしますよ。3号手まくっていって、1号手が抑えてる隙をついて、5号手が突き刺してくる、4号手も内側から突き刺してくる、6号手も上がってくる、1号4、1号5、1号4、1号5、13.9倍、1号4、29.8倍。ありますよ、これ一発目がありますよ。2マーク1号艇の後ろ突っ込んでいく4号艇、外前2号艇、V 際を5号艇のヨロズ、少しジャンプターンになりました。なるほど、7.5倍、これ1243.5倍、めちゃくちゃ人気ですけども。第2レースが始まります。頼みますよ、もうお願いしますよ。なんとかバッカチお願いしますよ。もう4号艇、5号艇、6号艇、2号艇、3号艇が多く膨らんでいただいて、4号艇、5、6号艇、5号艇、1号艇、1号艇、2号艇、3号艇、持っていい。スタートは前提正常でした。坊主だけはダメですよ。坊主だけはダメです。大丈夫。大丈夫。大丈夫。2マーク、2号艇の内山から。2号艇、4号艇、6号艇、満州、243、満州、24は全部満州、待って、243、そう、満州、2号艇が1着にいらっしゃる時点で、アウト、234、87倍、高いな、どっちも高いな、246、満州、第3レースが始まります。小島での胸、多摩川で、なんとか離させてください。スタートがデコボコしていらっしゃいます。こういう時は5号艇、6号艇、グインっていって、あとは4号艇がついてきて、5号艇、6号艇いった、5号艇、6号艇いった、5号艇、待って、でも、プラスには全然取れない。まあ、続かないです。まあ、大丈夫。まあ、第3です。186.5倍。1号艇3着じゃ60倍台。大丈夫。来た。すごい来た。出た。まだ第3です。大丈夫。6号4。これ、564だったら60倍台でした。危なかった。最初、56で来ようかどうかというところでした。6号4、186.5倍、第3レースにしてこれ的中はでかい、ものすごくでかい。1号艇3着に来ちゃうと60倍だ。大丈夫だから残り100倍、残り100倍ほど。まだ第3レースですから。いや、これはでかい、これはでかいぞ。第3レースにしてこれはでかい、ありがたい。吉田宗博、吉田が先頭です。いや、もっとでかくてよくないですか。これもっとでかくていいと思いますよ。もっと400倍、500倍でよかったんじゃないですか、これ。これで 186.5 倍ですか。まあ、そうですよね。ここ1着で得点率 7.2 と伸ばしていきます。54だったらめちゃくちゃ上がった。よし、ここからいきますよ。お願いしますよ。爆発しますよ。とりあえず的中です。ありがとうございます。さあ、第4レース会場におります。じゃんじゃかじゃんじゃかるかでします。スタートがデコボコしていらっしゃいます。これもありがたいけど、2号艇さん。あ、待って、これ4号艇、5号艇グインっていく。また4号艇、5号艇グインっていく。4号艇グインっていった。5号艇もついてくる。6号艇もついてきてください。456。6号艇抑えられた。1号艇来た。3号艇が、やめて。5号艇4号艇来たよ。5号艇4号艇来たよ。5号艇4号。静かに
541、1号艇なら素晴らしい。6号艇かな、どっちにしろプラス重視です。1号艇頑張って、546、すごい、すげえ、連続的中、6号艇来ちゃった、6号艇来ちゃったか、それでもプラス重視です、ありがたいお話。1号艇ならな、1号艇3着も高いですよ。4号艇の鈴木俊介回っていきます。鈴木はここで3番手単独としていきまして、1号艇渡辺遅れてしまって4番手やった、プラス重視です。ありがとう、ありがとうございます。ラストコーナーに向かっていきます。211.7倍、4号艇の安藤が仕掛けた展開、ずっと島繰り出し、5号艇に二宮博樹でした。シリーズ初白星へ、4号艇の安藤と6号艇の鈴木がダメだ、6号艇か、でも大丈夫、211.7倍、低い方ですけども、すごい、いや、すごいですよ。546で、ありがとうございます。第5レースが始まります。プラス重視確定いただいております。第4レースにしてありがとうございます。まだ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 来そうな予感だから、もうこうなったらもう爆発を狙う、爆発を狙う方向性でございます。回収率 200% 超え、4号艇6号艇攻めてくる、完全に本日456の日でしょ。4号艇5号艇6号艇がジャンデが絡んでくる日、スタートが肝心ですね。スタートがデコボコしていただければ。レースは1周の2マーク、1号艇の5号艇、もう3連続満周出ております。3号艇はターンが流れてしまいました。これは2号艇の木下、そして2号艇3号艇がついてきている。5号艇の山崎が浮上してまいりました。1号艇5号ですが、2番手のところ、1号は高いですね。木下一歩リード、内側から接近、5号艇山崎で、これはもう厳しいか。5号艇定番一定心ありません。2周の1マーク、1号艇の後ろ、今日3号艇が1本も絡んできてない。2号艇の木下ですが、こらえている5号艇の山崎義信、山崎がこらえています。1号4ところ現在5号艇山崎が半歩リード、1号4 200倍で木下翔太が1番行くだから、第6レースが始まります。123ダッシュ456、まだまだ的中いただきたいですよ。小島でのマイナス分、ちょっとでも、もうちょっとでも取り戻せたらと思いますけども、4号艇、5号艇、6号艇、もう一満周、2号艇、3号艇来ちゃってる。これは2号艇、3号艇が1着争いです。4号艇がついて現在3番手になっています。スタートは正常。3連続満周出てしまっているのでね、まあ、ただ、100倍台、200倍台です、まだ。2マーク3号艇の鈴木は500倍超えのドデカマンシューを1本見たいところでございますけども、初めての3号艇絡み、高い、これもマンションで待っている。マンションだ、外山となっています。マンションのオンパレード、マンションの内山となっています。マンションではここは3着、マンションのオンパレード。21マーク、人気は6、第7レースが始まります。1番、2番、3番、ダッシュ、5番、6番、4番です。出た、こういうのですよ。スタートがデコボコしていらっしゃいます。こういうの、4号艇、5号艇、6号艇、5号艇のメインテイク、3号艇が抑えきれずに、そして空いた隙間を6号艇、4号艇が突き刺してきた、来た、60倍で、なるほどですね。待って、大丈夫？3着が1号艇、4号艇、違う、6号4、90倍台だ。4号艇来てくれれば90倍だ。4号艇来てほしいな。6号4、90倍で。21マーク、6号1、59倍、的中、素晴らしい、素晴らしいです。1号艇だ、59.6倍、素晴らしい。5番、3号艇来ないで、待って、3号艇やめて、3号艇の小林、5号艇が仕掛けていって、空いた隙間を6号艇が突き刺してきた。6号艇の宇島から5号艇佐川、3番手1号艇のスタートがデコボコしていただけると、こうやって3号艇追いすがりますが、ここは突き放されてしまいました。上位体系6番、スタート肝心ですね。やはりスタートデコボコしていただけると、そこにロマンが生まれる。よし、来た、1号艇59.6倍、まさに電光石火のまくり出し、スピードをつけての一気のまくり出し、見事に決めました。すごい、3本的中、この回目で3本的中はすごい、素晴らしい。上位体系6番、5番、1番です。ありがてえお話。
その後ろは2号艇ひらみ、3号艇小林、4号艇6号艇がすっごい絡んでるです。これでシリーズは5戦4勝2着1回としていきまして、よし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 、堂々トップのまま、まだ来ますでしょ、なんかまだキクリを組んでしますよ。頑張れ最後頑張れ、3着間もなくゴール、先頭6番内間5番佐川五輪、3着守り、3着どうした、待って待って、さあ第8レースが始まります。すでにプラス収支いただいておりますが、回収率 200% 超えをまだスタートがピタッと並んでいらっしゃいます。このスタートは判定中、スタート判定中、判定中です。お手元の投票権、スタート判定中だそうです。になっていてください。1号艇先前、3号艇中をついてきていますが、誰が判定中だ。スタートアクシデントがありました。お知らせです。1号艇だ。ということは3号艇着です。1号艇産方製や、1号艇の分は返還されるということで、1号艇着券は発売額と同額で3号艇着をいたします。最後まで大切にお持ちになっていてください。まだ回収率 200% 超えはなっていません。もうここまで来たら 300% 目指したいな。一発最後どでかいところ来ないかな、ものすごいどでかまんしゅう来ないかな。第9レースが始まります。ターゲット9、スタートは1号艇がコースタート、中へこみをスリットになりました。インと外がコースタートになっています。3号艇はグインっていってしまう。1号艇に抑えられて、4号艇6号艇入ってこれない、入ってはこれない。5号艇花田です。スタートは前提正常でした。1号艇小山が押し切って、2番手5号艇の花田リード、それを追っていく。第10レースのね、3番手、あとは2号艇6号艇4号艇が追走になっています。第10レース以降の一発に期待したいな。ただいまざっくり回収率 150% ほど。花田和明、花田が騒いでいこうとしています。しかし2番手だからもう一本満周来ちゃえば先に回った3号艇加藤と爆発、回収率 200% 超え。時計前ではほとんど並んだ状況、そこを狙いたいところです。3号艇加藤が覗いているといったところです。7.4倍、1番人気か1号艇の後ろ、5号艇花田が波の外へ、1号さん1番人気。第10レースが始まります。こっからどうなりますでしょうか。通常ならインディゲに落ち着きそうですけど、1号艇も入れてる。そういう時はもう4号艇5号艇6号艇しか残っていない。1号艇が遅れてしまうと2号艇3号艇がどうなるか、もうどうなっちゃう。5号艇4号艇まくっていって5、6号艇が打ち上がっている。2号艇の桑原のまくり出し、まっ入っていきました。今日の球がよくまくり出し決まっています。スタートは前提正常でした。2号艇5号艇トップ争い、その後ろインコースからスルスルと6号艇飯島上がってきました。これでワンシュー出ちゃう。2号満周高い。256205.9倍、2号艇の桑原が先制、5号艇は外へ、6号艇が内側に飯島ですが、2号艇の後席をなぞっています。先頭は2号艇が出ちゃってる。続いて5号艇の西田康、ここで出ちゃった満周で最後の満周っぽいな。内側から4号艇後藤高橋、まだ分からない。今シリーズ動きの良い後藤が3番手迫っています。254400倍台、マジで。21マーク2番5番の後ろ6号艇、思い切り分回していって256200倍台。さあ第11レースでございます。1番2番5番3番、スタートがものすごくデコボコしている。これ2号艇3号艇がへこんでいらっしゃいます。これビッグチャンスでしょう。これビッグチャンスだと思いますけども、どう思いますか。456来るでしょう。ほら来た、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 ほら来ない、ほら来た、なんで来た、なんで来ないの。今日7回目のまくり出したのが宇須島選手、1551、人気のところだ、人気のところだ、156、16.4倍、2号艇へこんでたのに3着に来ちゃうの、なんで来ちゃうの。いつの間にか1号艇が1号、あらま、1号2になっちゃった、6.5倍。2番手争い5号艇2号艇並走です。レースは2周目1号艇の後ろ8倍、2号艇の宮下が先に行って5号艇ブス島内を狙っていきます。6号艇まで待ってを差しになっていきましたが、1号艇15.2倍、ここ鋭く差していった5号艇ブス島、しかし2号艇宮下足はなかなか強めです。ですから今すごかったですね。スタート綺麗に綺麗に1456だけ1本前に出てました。レースは2周目1号艇の後ろ、ただそれでも2号艇が上がって来るという、来ないという、どちら5号艇のブス島ウィリーでなんとか1号艇していきます。後ろ 15.2倍、宮下がまだまだ食らいついている状況。宮下の足これなかなかです。最終周回で入っていきました。先頭は6号艇大沢慎治、2番手のところ先に行く2号艇宮下にして、いや今日すごい5号艇6号艇めちゃくちゃ絡んできて、今なんですが2号艇の宮下、宮下の方が選抜戦、さあラストでございます。第12レースでございます。最後満周的中いただいて気持ちよく終わりたいところでございますが、
な。スタートはデコボコしていない。中でも2号艇、3号艇、じわっと覗いていますが、3号艇マクリティ上手を抑えて2号艇、5号艇、6号艇、4号艇。握った3号艇佐川ですが、マクリ届かず打ち差し込んで2号艇安藤です。2号艇逃げ差し争い。2号艇しちゃった。正常でした。1号艇の脇、1号艇の安藤届くかどうかだったんですが、一定心届きませんでした。1号艇木下前を絞っていって先頭。いやー、連プラ終始いただきました。3号艇、6号艇、5号艇でラスト4号艇です。2マーク1号艇木下から2号艇の安藤打ちを狙って小島の分のマイナス分には旋回で上がっていきます。小島の分のマイナス分を取り戻すことは全然できませんでしたが、3番手6号艇野村誠で2周回目、1、2、6発進出る前後方は4番、5番2周の1マーク1号艇すごいな。5号艇、6号艇めちゃくちゃ絡んできた。3番手6号艇の野村が旋回、さあ野村がくるっと高旋回で2号艇を捕まえました。2号艇がターン若干膨らんでしまいまして、1、6、2号艇の野村誠2マーク、そして2周やったーやったー、ありがとうございます。見事に456絡みまくってくれました。本日うまいことハマってくれました。まあこの動画たち月末公開となると思うので、 YouTube 収益の関係でちょっと間空いちゃうんですが、で生船券ですので払い戻しまだしていなくてですね、そのシーンが動画に組み込めるかまだ分かりませんが、間に合わなければ他のどっかの動画に必ず載せますので、でこの動画のあの概要欄にもリンク貼ります。その後からになりますが、はい、というわけでプラス収支いただきました。ありがとうございました。小島での負け分は取り戻せませんでしたが大丈夫です。次回動画で取り戻しますから、もう1本分買っていますから、すでにこれから見てまいります。楽しみにしておいてくださいませ。では今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。